クマくん、俺たち友達だよね。ちげえよ、ただのクラスメイトだ。それにクマじゃねえ、俺はパンダだ。てかウサギ耳を外せ、それやめろ。うゆう、うゆう、やめろ。俺たちは友達じゃない。ちゃんとそういう契約交わしたのに。あ、そういう契約交わしたんだ。ほら。えぐいな、おい。まあ、しょうがねえよ。スクールカーストの順位がちげえから、あいつはサッカー部キャプテン。お前はアニオタだ。お前は所詮ベンジャマンシクラスの一つ上の程度だ。あ、そんな低いんだ。え、どうしたら友達に戻れるの？そりゃスクールカースト上げるしかない。どうしたらスクールカースト上に生きるの？運動部入れ。卓球は？あかん、なんちゃって運動部や。卓球部に謝れ。バドミントンは？ギリあかん。他ないの？イケメンになれ。0歳からやり直さなあかんやん。他ないの？おしゃれになれ。うちの学校校則厳しいやん。他ないの？ようちゃんになる。入学して3ヶ月でキャラ変や無理あるって。他ないの？無理無理言うな、お前本当に友達戻るキャラか。本当に戻って覚悟決めるポケ出す。わかった。はい、クマッキョン。俺たちソウルブラザー、帰りまくいてカラオケって青春エンジョイしようぜベビー。絶好。